さんおはこんばんちは、お芋です。今回は炭入れについて説明していきます。炭入れに使用するのはタミヤの炭入れ塗料ブラックです。今回はこの全国3000系に炭入れを行います。それでは炭入れを行います。まずはドアゴムに炭入れをします。ちょっとはみ出ていますが、後で修正がつくので一旦スルーします。次にコルゲート部分にも炭入れを行います。お次は前頭車の前面部分です。ライトやアンチクライマーなど凹凸が多い部分に重点的に炭入れ塗料を塗ります。炭入れ塗料を塗った直後の状態です。この状態からティッシュなどで拭き取ります。上が炭入れ後、下が炭入れ前です。炭入れ前と炭入れ後では変化は一目瞭然。アンチクライマ部分への炭入れは効果がありますね。他にも古型黒電の鉄コレ、製品そのままではおもちゃみたいですが、炭入れをするとこのように渋い電車に様変わりします。今回は炭入れのご紹介でした。いかがだったでしょうか。今回加工した全国3000系は後日ご紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。